あ、そう、実家が帰ったの、そういえば。あ、昨日？あ、俺？あ、実家帰るの？帰った？山梨。あ、俺？俺？うん。あ、今日行ってきたよ、実家。あ、今日、朝行ったの。うん。まあ、でもだって車で、うん、車ですぐだからね。全然そんな、普通に、ちょっと近いからね。行ってな、ま、何したの？なんかみんなで何か食べる？あの、特に、まあ、ケンタッキーを買ってみんなで食うとか。いいね。ケンタッキー、一番いいじゃん。あれ、秀樹は帰るの？帰らない。でも、帰ってこいって言われないの？帰ってこいも。帰ってこいとは言われないけど、なんか3日に、こっちに来てなんか飯、うん、こっち東京に来るから飯食わないって言われたんだけど。おーおお、なんか言ってたね、前あるってそういうのが。だから、だけどめんどくさいから3日は仕事だわ、つって。おお、か、なんかさ、難しいのがさ、その、3日は仕事だわってなんか格好悪いよな。あ、そうなの？どうなんか3日からや働いてるっていうのを言うのもさ。でも3日仕事じゃないから別になんとも。ああ、そうそうそうなんだろうけど、その親に対してさ、こう、それをこう、断るために言うわけじゃん、仕事だわって。お前は3日も働かなきゃいけないやつなのかと。いや、本来かっこいいじゃん。本来は仕事だわってかっこいいと思うんだよ。うん。どんな時もね。どんな時も断るとき仕事だわはいいんだけど、これ三が日の仕事だわは微妙だよなっていう。うん、俺別にそこら辺、何のプライドもないというか別に、どう受け取られてもいいと思ってる。あ、俺なんかね、三が日、そっか。嘘つくな。俺だって嘘つくわ。逆に仕事でも。それは親に気を使ってるってこと？いや、なんだろうな。その、大変だねって思われたくないっていうか。あー。大変だねって思われないって別に思ってるかも。あー、そういうことか。そんなに何も、考えてないっていうか別に、ただ予定があるってことを言いたいがために、その、なんつうの、どうにも動けないっていう予定って仕事ぐらいしかないじゃん。ああ。とにかく親を納得させる理由がそれなんだ。そうそう。別の理由だったらなんか、いや、それより、こっちだとか思われる余韻があったらさ、嫌じゃん。ああ、そうなんだ。そうなった時になんか誰かと何かを比べてるんじゃなくて、もう俺が仕事があるから無理なんだってなったらさ、もうあっちもさ、もう泣き寝入りっていうかさ、もうあ、そう、あ、それはまあ無理だねってなってくれるから、まあ逆に気遣ってんのかな、だから俺。ああ、なんかもっといい理由ってありそうだけどね。あ、じゃあそれこそさ、じゃあその三が日っていうの理由そのもっともっぽい感じで、うん、その、ちょっとその日に餅つきがあるからというのとか。いや、だからそれは危ないじゃん。え、餅つきなんて大したことないって言うってこと？うん。あ、でも実際本当にね、3日もなんかね、餅つきするかもってなってて。でも、親がさ、だから帰ってきなさいって言って、うん、いや、ちょっと3日餅つきあるからって言ったらさ、うん。まあ、じゃあ仕方ないかってならねえかな。ならないでしょ。餅つきなんかやってないでいいから帰ってきなさいってなるの？いや、そうなんですよ。そこまで、餅つきなんて原稿化は、原稿化はしないけど、原稿化はしないけどさ、そのなんかさ、あるじゃん、その、なんだろう。ちょっと前から言われてたから、別に、あの、なんつうの、俺が選択したんだって思われたくないっていう。ああ。あ、でも、じゃ餅つきの、ちゃんと、その、どっちかって言えば、餅つきの、その、つく側と、こう、手でこねる側の時に、うん。まあ、そのどっちかだったら、やっぱ参加しなきゃいけないじゃん。役割を厳密にするってこと？そうそう、僕は、あの、餅つきの、
この手でこう折りたたむ方って言えば、うん、そうなんだとならないよね多分。そうか、誰か変わってもら、変わってもらいなさいってなるのかな。それはないけど、いや、そのね、そこまでね、なんつうんだろうな、いや、なんつうんだろうな、それだってさ、この高速の餅つきの高速のやつ、こう高速で早くやるやつ、それもう仕事にしていいよ、それやったら仕事にするよ。黙ってましたけど、僕はあれの、あれの畳の方ですっていう。リスクのある、あれのリスクのある畳の方を僕やってますっていう。黙ってましたが、あれの人なんですっていう。なんで、あ、じゃあ仕方ないなっていう。あれやってならない、ならない。いや、だって、なんだろう。なんか、うわ、なんかこれ言語化したいな、その、なんかさ、餅つき、なんつうんだろう。餅、じゃあ俺がさ、すごい餅つきがやりたいんだってことをさ、熱弁したとするじゃん、3日に。うんうん、どうしても、その餅つきが俺はちょっと楽しみで。3日ね。3日の日にね。そう、うん。やりたいんだって言ったとしたところで、なんだろう。やっぱ、いい親っていうか、その、なんか普通か、いいかわかんないけどさ、うん、なんか、あ、お前が本当にそんなにやりたいことがあるなら、もう、それはやった方がいいよっていうのがさ、いいやつっていうか、普通のやつっていうかわかんないけど、それが本当はあるべき姿だけど、そうじゃない人だから、もちろん。あ、もう子供の餅つきなんていうのは、尊重しないと。うんうん、そうそう、そういう、そう、子供の餅つきを尊重できないよ、親だから。高速だよ、高速。高速で。ザッザッザッって、あの。そう、わかるよ。あの、笑けるやつでしょ。そう。高速すぎて。いや、子供があれやったら認めるだろう、もう。そしたら、じゃあ見に行くよってなっちゃうかもしれないじゃん。まあ、それはいいんじゃない？じゃあ、それはいいじゃん。いや、よくないよ。その、まあ、まあ、秀樹が、まあ、あのね、まあ、お母さんから新年にご飯を一緒に食べようと、言われて、うん。厳密に言うとお姉ちゃんなんだけど、まあ。お姉ちゃんか。まあ、それをこう、断る、まあ、仕事だと。うん。本当は、お餅つきだと。本当は、まあ、お餅つきっていうか別に何も予定は。まあ、口実で、だから、餅つきだって言ったら、まあ、俺としては餅つきだったら別に納得してくれると思ってるのよ。それすごい、斉藤さんも親との信頼関係すごいじゃん。うん、だって餅つき、あ、餅つきあるんだ。スピードは？って言われて、あ、もうすごい早い、すごい早いやつって。早いやつじゃないねってなる。ところで、冷凍はとか聞いてくるなんか。もうプロの。5秒前に何回手入れられんのみたいな。そう。じゃあ仕方ないねっていうのあるからさ。まあ、じゃあどっか。まあ、餅つきだと、俺は OK だ。じゃあ、カルタ。俺、カルタだったらダメだと思うんだよ。なんかゲーム性があるから？要は、3日の日、どう？いや、ちょっとカルタあるからダメだわ。は、まあ、ちょっと、弱い、うん。弱いの？で、大会は？大会。カルタの大会。カルタ大会ね。大会。OK でしょ。ホラってつけたらどう？ホラ、俺、カルタ大会あるじゃん、みたいなさ。あ、ホラ。なんか、あの、お、なんぜ、もうご存知の通りみたいな感じ。でもそれで言うと、餅つきもホラつけたよね。ホラ、あの、ほら、餅つき。ほら。あの、しかも、出るまでに間を、ほら、あの、ほら。ほら、あるじゃん。いや、スッと出るだろ、そこ。あの、餅つき。ね。餅つきあるからっていうためでしょ。そのためで向こうも、まあ、ほら、すげえ言われてるから、そういう認識って思われてるなっていう。ああ、そっか。なるほどね。あ、
こっちがやっぱもうそっか、言い方一つでなんかもう抵抗できない感じも作れるよ。あ、そう、言い方だな。だからなんか伝統のみたいなさ、なんかもう誰も禁、タブーに、タブーの領域みたいなさ、うん、だからちょっと3日の日に家族でご飯食べに行きますよって言われて、あーちょっと、うん、あ、いやあれがあんだよ、あのほら、たこ揚げ、たこ揚げがあるんだよな、そうだなって言ったら、これが普通に、あ、ちょっとたこ揚げがあるからダメですって言うのとちょっとわけが違うじゃん。こいつそうだよ、たこ揚げ相当重いなっていう、このそうだよね、自分がどれぐらい重くそれを感じてるかっていうのはこ、やっぱ文字、文字だよ。でも文字、そう、すぐ言わないみたいな。そうだよ、でもどこも限界まで、限界が知りたくて、例えばだからご飯、じゃ家族で3日ご飯食べに行きますよって言われて、あーほら、ね、寝たい、寝たいんだよねで、無理だ、寝たいは無理だな、寝たい、あ、でもそれいけそうね、この寝たいは前の日に何かあるんじゃねえかってなるよね。そうだよね、そういう質問が来るよね、前の日なんかあるの、うん、みたいなね。でそこもやっぱりポイントがあって、それもほらっていう、そのずっとそれを連鎖で、連鎖でね、全部なんか重ための、重ための風にすると、うん、どんなくだらない理由でも認めざるを得ないっていう。なるほどね。やばいやつだなって思われないかな。まあどうだろうな、限界どこだろうな。でもまあすごいなと思うのは、ストレートには言わないんだね。ストレートに、うん、嫌だなっていう、嫌だなって言わないんだね。そうそうそう、それはなんか、いや、そのさ、いや、いやっていうほど否定ではないからさ、なんか、めんどくせえっていう、その、別に、楽しく、なんつうの、別にさ、行って盛り上がるわけでもないしさ、なんか、勉強になるわけでもないければ、かといって安心するわけでもないし。でも栄養に、栄養になるじゃん、栄養。栄養にはなるね。でも栄養だったら一人で取れるから別に俺あ、そうだな、栄養は一人でも栄養になるもんな。そうだから、だから飯食う相手って重要だよな、だからそう思うと。おお、じゃあ飯食う相手は、うん、栄養になるし他もあるってことしで、そう、栄養プラスアルファのでしょ、誰かと飯を食うってことは。栄養にならねえやつと飯食ったらやばくね聞かれていくのそれはすごい、それすごいよな。栄養にならないってもうそこでマイナス出ちゃってたらもう相当やばいやつ。だからなんか偏ったさ、偏った食事するとマイナスになっちゃうね、そいつと飯食ったら。ああ、なるほどね。より食わないといけない、うん、この話は広がんねえな、これちょっとわけわかんないすぎるこれはちょっとわけわかんないな。だからそのまあ、あ、だから秀樹がその飯食う時に、まあ、栄養はもちろんのこと、もっと何かこう得るものが欲しいと。得る、別に得るでもない、得ら、なんかこれを得に行くと思って別にさ相手を選んでるわけじゃないけど、え、じゃあそれもしかすると家族と飯食うっていうのは栄養取られてんじゃない？まあそういうことになるかもそれでちょっと嫌なんじゃない？栄養にそんなあれ厳しいやつだったのかなじゃあだって、じゃあ3日に飯の食いがないって言った時に俺はじゃあでも栄養になんねえからなって返したら全てを飛ばしていや、そしたら、ゾロボ食ね、多分新しい扉じゃない？もう、我が子の。そうだ。
自分の子供に飯誘ったら栄養にならねえって言われたらさ、もうさ、うん、ちょっとハテナがすごいじゃん、やっぱ。そうだ、ハテナがすごいよ。ちょっと行ってみたら面白くないです。どうなんだろうね、それ。ね。ご飯、いや、ちょっと栄養にならないからって言ったら。でもすごい、それで栄養のあるもん提示されたらどうすんだろうな。例えば、西麻布の中華なんとかみたいなこととかさ、そう。その店の名前を言うみたいな。うん。とか言われて。でもだとって嫌なんだよな。俺何食うもでも別に嫌っていうか、まあ夏とかは食ったけど、なんか今は、なんだろう、気分なんかな。なるほどな。じゃあ、バイキング行ってさ、家族、うん、その飯がバイキングで、取り行くじゃん、ご飯。こう、うん、お皿ね、大きめの。あれで戻ってきて違う席座るけど。どっち怒るか、あき、みたいな、怒るか、こっちこっち、どっちか。こっちだよ、間違えてるよって言うかってことだよ。間違えてるよって。普通に言うか。そんで、ああ、ま、で、間違ってたと思って、まあ、またみんなで来るけど。で、また行くじゃん。多分また行くじゃん。うん。また行く。また行ったら、また違うとこ座ってるっていう。どうすんの、それ。いや、栄養になるから、つって。どうすんだろう。あ、バイキングとかいいんじゃない？家族でバイキング行けば。バイキングか。それか、家族で一覧とか食い行けばいいんやろ。このパーテーションみたいな。ここでこういう。あ、じゃあ、そこは家族で行ってるから、その、おのおののオーダーシートは交換して。え？どんなの来るか分かんないけど、どうかな。そんな楽しい家族いる？このうわーみたいな。誰だこれ書いたやつみたいな。うわー。そんな家族いたら楽しいな。そうだよね。すげえいい家族。バイキングって言ってほら、時間使うじゃん、結構。ああ、そっか。あ、わかった。バイキング行って、うん、バイキング行くじゃん。ずーっとなんか食べる時間までずっと悩んだり、チョイス選んだりして、それで時間が終わるっていう。もう全然席つかない。そう。どれにしようかなって。それで、ああ、終わりかって。その、ちょっとずつ取っていくわけじゃん。多分、バイキングに行って、うん、その、まあ、じゃあ、60分ですって言われて、60分ずっとこう、なんか取ってんでしょ。そうそう。うわ、面白いな、それ。でもさ、なんか家族でゆっくり話して多分食事しようっていう時に、バイキングチョイスする家族もどうかと思うよ、多分。それ、やばいよね。もう、なんか、それいたらやばいな、マジ。やっぱなんかこう、人が集まるとき、やっぱご飯っていうのがそもそも俺はなんかおかしいなと思って、今日はじゃあ家族で集まって森の中で、うん、森に集まりましょうっていうのないじゃん、やっぱ。うん、ないね。今日はじゃあもう、ご飯とかってやっぱなんか格好つけっていうか、その、なんか用事が必要なんだなっていうか、悲しいとこだよね。うん、確かに。家族なんだから、うん、代々木公園の真ん中に集まりましょうみたいな意味なんだ。うん。そうだよね。もう面と向かって。何よ。なし、なんかもう、喋りオンリーってことでしょ。もうオンリーよ。そうだよ。公園に集まって、もう。もうそこまで言い切った方がいいの。2時間喋ろうみたいなさ。今日、明日はもう、代々木公園の真ん中、もう、13時から15時。もちろん、休憩15分っていう。
これすげえ討論番組みたいな。もう集まってさ、で何で何から入るでしょ。でやっぱ、うん、でやっぱそうなってくると、親がやっぱり主催者じゃん、親っていうのが。うん、で親がやっぱ話を作んなきゃいけない、筋を作んなきゃいけないじゃん。まあということでね、うん、まあ今日はもうね、それぞれ家族離れて、まあもう1年ぐらい経つわけだけど、みんなどういう、今何か趣味とかあるのかなみたいな。チキンなんだろう。それはおもろいな。そんな。で、親はその責任があるよね。うん。だけど、そういう親になりたいわ。でも、親はその責任が重すぎるから、ご飯行こうかって言うんだよね。そっか。ずるくね？ずるいね。ずるいっしょ、それやっぱ。うん、本来は、うん、話をやっぱり公園の真ん広場の真ん中に集まって、うん、仕切んなきゃいけないでしょ、親はやっぱ。そうだよね。回さなきゃいけない。そうそう。やっぱそれができないから、飯食いに行くでしょ。飯ってさ、しかも基本的に座るからさ、強制的にそこにさ、うん、こう拘束することができるもん。ああ、そうだね。え、その刑事のカツ丼と同じってこと？ああ、そうかもね。なんか飯食わしてやってる感じあるのかな。うん。で、ランニングしようよとかないもんね、家族で。ランニング。うわ、それいいね。うわ、それいいな。この間食べればさ、もういいけど、まあ、それはたまにないもん。まあ、ランニングしながら話すのは良くないけどね。良くないんだ。疲れちゃう。なんでそこいける厳密になったの。でもちょっと、そこは喋んない方がいいよってなっちゃう。ちょ、家族で、チャットじゃダメなのかな。あ、こういう、なんか、配信？家族でじゃあ配信しないの？そっか。家族で配信とか、まあ家族でテキストベースで会話とかもダメなのか。ああ、LINE グループみたいなね。そうそう。でもそれって本質的だからさ、避けるんだろうね、うん、やっぱ。そっか。やっぱ余計なものが必要なんだ。やっぱその、いや、多分家族で飯食うと、その空間を、いやおなしに同じ空間にいることでもうなんか達成感が得られんじゃない？ああ、得られるね。確かに。だから多分、秀樹のお母さんは達成感を得たいんだよ。秀樹とこう、強制的なこの、同じ空間に。で、ああ、今回も無事に達成したなってなんじゃない？達成したいのって聞いたらわかるの？はい、達成がしたいですって言ってくれるの。